これが本当なのっていう話ではあるんですけどもねそぎ落とされたことの衝撃って、はい、すごいパワフルだなと思ってということでウーマントーキングという映画なんですが<っ>はい。現代は <laughs> 違いますねウーメンね複数系ですからねなんていうか物を言う女性たちという意味ですけども、うん これであの監督脚本の、えー、サラポーリーさんはアカデミー脚色賞を取りましたサラポーリー僕会ったことあるんですよ昔彼女ね子役からやってますからねそうすごいちっちゃい頃からやってて藤谷さんと同じようなね同い年なんですよあ同い年かうん。ほら 藤田さんの世代の女優さんって脚本自分で書いたりする人多いですね。そう考えるとね。役者だけにとどまらなくてもいいんだよっていうふうに思えた年代なんじゃないですかね。うんうんうん、あ僕ね、会った時ってね、ドンオブザデッドっていう映画の現場で取材してるんですよ。大好きやの映画。<laughs> ゾンビ映画なんですけど。でもよくできていい映画ですよ。<laughs> これね、ジェームスガンがシナリオですね。あ、そうなんですね。はい。<laughs> その時に。うん まあ、あのショッピングモールでゾンビに対してあの人々が籠城するシーンの撮影やってたんでそのトロントに取材に行ったんですけどサラポーリーさんはこう言ってたんですよ。でもやっぱりギレルモ監督ぐらいからやっと、はい、そのジャンル映画がアート系のことを好きな人たちからも認められるようになった。はいはい 傾向はなくもないですけどやっぱその前ってやっぱりジャンル映画って言われるジャンル女優とかねんかそうやって分けられて物事はねだから映画秘宝系みたいなさ映画秘宝系ゲテノ系とかね言われて怪獣出てんだろみたいに言われるんですけどだからほら今回ジェイミー・リー・カーティスさんのスピーチでもジャンル映画ファンタジーって言われてきたっていうち。 ややっっっったたわよてて言ってやったじゃないですか、ねね、あれはだからやっぱりその役者としてジャンル映画がすごい好きでも愛を持っててもなんかそれをやっちゃうとそこで終わる私っているのかしらって思う何かこう不安ってあるわけですよね役者としては、うん、でも今回のアカデミー賞でまあそこからそうそう見せるようだってジャンル女優だったわけで空腐映画女優だったわけで。 そう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 。<で>いや、だから時代は変わってきたなっ思いますよ。変わってきたと思いますね。うん、で、サラポーリーさんはその後ですね、まあ自主映画インディペンデント映画で、えー。非常に個人的な映画を撮り続けて。うん、で、今回ですね、カナダの小説家の、えー、作品のウィメントーキングの。 色映画家で、まあ、非常にもう映画作家として、えー、非常に高く評価されてるわけですけども、うんはい、この映画ですね最初はとにかくキリスト教の非常にまあ厳格なコミュニティ農村で始まるんですけれどもかなりセリフでですね一気にどういう話ですってことを説明しちゃうんですね。そうでですね結構早い段階で、はい で女性の声で、えー、これから起こることを全部説明するんですが何が起こったかというとまずそこで、えー、女性たちが、えー、寝ている間に次々とレイプされるという事件が起こるとあ<ー>ものすごい数の女性がレイプされてでただキリスト教の、まあ、コミュニティなので、えーまあ、何千人か住んでるんですけどもそれは悪魔か幽霊の幸せだっていうふうに言われて居狂められちゃうと。 ねね、しかも寝てる間っていうのもあれなんですね、はい、あね牛とかにの手術に使う麻酔薬をもられてそういうことになっちゃうからもう記憶とかがなくてただ少し記憶のある人がいたらしくて、うん、えだんだん明らかになっていくんですけど最終的には現場を抑えられちゃうんですよね。とかやっぱりもう はい、ま,たまたが傷だらけとかで起きちゃうから、はいはい、血だらけだったりとか血だらけしてまあ訴えてその犯人が何人かいてですね共謀していて、えー、その犯人が近くの町の拘置、えー、所に拘置されるとで、えー、男たちはそれに対して釈放してくれと、えー、懇願するために、うんえー、馬車に乗って全員町を出ちゃうんですね。 そういなくなるんですよね。はい、で、そのまあレイプ犯とその男たちが帰ってくるまでの二日間の間に。村に残された女性たちがこれからどうするかと。いうことをですね。会議して、それでまあ投票もしてですね、えー。決定しなければならないと。で、その時に三つの選択肢が出てきますね。はい。一つは、何もこともなかったことにして、男たちを許して、このまま普通に暮らし続けようと。うん、その選択を。 掲げるのはフランシス・マクドーマンドを紛するスカーフェイスという女性ですね。はい、プロデューサーですね、はい、今回の。はい、今回プロデューサーなんですけれども、<laughs> うん、彼女は顔にすごい傷があって不カーフェイスと言われてるんですね。うん、はい、で彼女はもう何もこともなかったようになふりをして続けようと言います。はい。うん、でそれに対してクレアフォイ紛するサロームという女性は3歳の娘を抱えてるんでその子を守るためにも、うん、男たちを絶対許せないと。 いうことで男たちをもうと戦ってもう殺すことまで、うんえー、提言します。はいはい、で3番目の選択というのは、えー、黙ってこのまま村を出ていくと。逃げる。はい、い逃げる。うん、出ていくという選択で、えー、この3つの選択をめぐって、えー、女性たちがずっと納屋で,です、ねえー、会議をしていくという、ね、会話劇なんですね。だから非常にもう映画としては 地味だし、えー、画面もですね、ほとんど白黒に見えるぐらい色を抑えてますね。あのなやがね真っ暗でちょっと隙間から入ってくる自然光だけだから、はい。はい、非常にその抑えた作りの映画になってるんですけれども、えー、見ててすごく困惑するのは一体これはいつの話でどこの話だろう。ね、だから私は最初のうちは見てて、あの、はい、まあ時代ものだと思って見てたんですよ。 古い服装をし,していて、まあ、あのワンピースなんですけれども、ああ女性たちはね。男たちは、あの全員が、そのチェックのシャツにオーバーオールという。開拓期のアメリカの服ですね。はい、でも、男たち見えないじゃないですか、ほとんど。そうですね。男一人だけ残ってて。ええ、さあ、さ、まあ、 奮するね。オーガストという、えー、人だけがその村に残ってるんですけれども、で彼がその女性たちの、えー、その会話をですね記録していくんですよ。なぜかというとここにいる女性たちは教育を受けさせてもらえてないから書くことができないんですよね。はい、そうなんです、うんえー。読み書きを女性たちに教えるのを禁じているのでその村は、うん、読み書きできない女性がいるなんて話だから。 そうね、電気もないし、そうそうそう、思ってたら。これはね、行っちゃっていいと思うんですけど、まず。映画始まって、10分目ぐらいのところで。冷蔵庫が映るんですよ、電気冷蔵庫が。うん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 。で、あと、絆創を張るシーンがあって。あれ、バンドエイドなの。私もあの辺から、だんだん。うん。うん。そう。って思い始めて、これいつの話?。ね。ちょこちょこっと入ってきて。え、これ現代なの?。な、一体これいつの話なの?。でも。伝統はないしね。 テレビもないし<う> <laughs> と思ってると32分目なんですけど映画で突然ですねモンキーズの,の1968年のヒット曲の「デイドリームビリーバー」が聞こえてくるんですよ。でーってなあーってどうなってんのと思ったら自動車が走ってきて、ね。ピッッッククアップトラックが、ねうん、でトラックの,あの上にメガホンがついててスピーカーがついてて、ね、そこから。 デイドリームビリバーが流れてるんですけど、うん、そこからアナウンスがあって2010年の国勢調査ですって言うんですよね、びっくりしたね、2010年なんだってことはそこで分かるんですけどね 現代なんですねで定期的になんか外部からこういう調査の人が来てる、はい、来るっていうこともちょっとセリフで分かるからこの人たちすごく特殊な環境にいるんとんでもない人たちの話なんだっていうのがそこで分かる。でね <laughs> 劇中ではその自分たちのことをちゃんと何て言うか読んでないんですが私な,なん当、ね、映画見終わるまで知らなかったんですよ。 わかんないですよね、うん、そのメノナイトというのはちょっと説明しておきますと、はい、スイスとかオランダで始まったその宗教改革の運動なんですけれども16世紀の宗教改革者の、えー、メノ・シモンズという人の名前をとってメノナイトと呼んでるんですね。うん、でその16世紀ぐらいの頃の、えー、生活をそのまま維持し続けてそうすると神に最終的にはそのえー 最後の審判で選ばれるという考え方なんですよ、うん、でその中でこの映画の元になった事件というのは2005年から2009年にかけて起こったんですよ。うん、南米のボリビアにそのまあヨーロッパ系のメノナイトの人たちが移り住んで、えー、そこに2,000人以上の村を作って暮らしてたんですね。でそこでまあ9人ぐらいの男性が。 家畜用の麻酔薬スプレーを使って人の家に忍び込んでその家の寝てる人全部眠らせてから100人以上レイプしてたんですねそれこそ3歳の子供から <laughs>、えー、60過ぎの女性まで全部レイプしてて妊娠もさせていたと。そううん、で途中で発覚して彼らはちゃんと有罪になって刑務所に入ってます。うんはい、その話を、えーまあ 取材したカナダのジャーナリストというかまあ元メノナイトの人なんですね女性が書いたのがは,、ね、はいそうなんですよミリアム・トゥーズっていう人なんですけどもで書いたのがこのウーーマントーキントキグの原作なんですね、はいうん、だからもう非常に結構これが本当なのっていう話ではあるんですけどもね。まあ本当ヘビーですけどすごくそぎ落とされた内容なんで。 そうなんですよだ、ね、からやっぱり納屋だけで出てくる人たちも限られてて、はいはい、その議論の焦点が絞られていて常、はい、に,に議論のテーマが決まってるところから話が始まるっていうのはうテンポ早いいなと思いましたね,ねだけどテンポ早いけどでもあとはずっと話し合いを見てるだけじゃないですかこっちとしては。はいはい、それがじゃあ映画として本当に成り立つのっていう。 はい、疑問になるけどやっぱ見てるとそのピュアさっていうかそ、はいはい、ぎ落とされたことの衝撃ってすごいパワフルだなと思って。はいはいはい